どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、行きますよ行きますよ、見てください。さあ、キャー、ゴレ8プラスクランの城に1ということで、ゴレ9でございます。早速見ていきましょう。はい、ということでゴーレム9体でやっていきたいと思います。どこから行こうかな。これはちょっとここにジャンプの呪文とかも先打ちか後打ちか、まあ最初にも打って後に打とうかな。うん、よし、じゃあ行くか。うん、まあ行こう。よし、ジャンプの呪文をなんかやだな。まあいいや、まあいいや、行きましょう。よし、そこでゴーレムを流し込みます。もうこの子、うわちょ気持ち悪いなこれ。うお、気持ち悪い。ゴーレム9体。いや待って、なんだかんだ言って破壊力あるっていう。え、なんだかんだ、あ、ここで分散してしまいました。ちょっとどうしようかな。レイジとかも打っていきたいと思うんですけれども、いやもうね、なんだこの安心感というか安定感というか、中心部結構その防衛施設が中心でこう固まっているので、うわやばいな、この攻撃力、この攻撃力すごいぞ。ちょっとレイジとかも打っていきましょうかね。まあまあちょっとレイジ打っときましょう。よし、行け、ゴーレム。あー、巨爆、いや巨爆踏んでもこの体力。いや待ってください、ちょっと HB、 おお、対空砲ワンパンじゃないですか、音ほぼほぼ。さあここで、よし、ジャンプの呪文でいいんじゃないか、これ結構いいんじゃないかな。で下のウィズと、さあここでウィズと言ってくれるか。あー、ちょっとまあまあまあ、うおー、ゴーレムの大ジャンプ、ゴーレムの大ジャンプ。待って、なんでこの攻撃力、この攻撃力やばくないですか。うおきもなんだこの絵はすごいな。このゴーレムの大名行列、大名行列じゃないな、大名行列って一列だな。あ、ここでちょっと分散しちゃったな、ちょっとやばい。ジャンプの呪文の効果も切れそうではあるが、あるが、ちょっと壁をさりげなく破壊してくれてますね。はい、まあここのね、ゴーレムしっかりといけ、いい、あれ、よし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 、お、ゴーレムが壁を破壊している。いつもクラン戦でね、こうね、壁をこうゴバ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 殴ってますけど、そういう時にこう思いっきり殴ってくれればこういうことできるじゃないですか。ゴーレムさん、ゴーレムさん頼みますよ、クラン戦で壁殴ってないで、もう施設どんどん倒しちゃってください。これからはちょレイジ打って加速、あ、ちょっと分散してしまったけども、ゴーレムが壁を破壊しているなんという絵だ、ドクロ壁がゴーレムによって破壊されているこれは面白い絵ですな。さあちょっとここでウィズトを早く倒して、お、ここで壁がしっかりと破壊できているので、しっかりと大砲までも破壊と。もう防衛施設ないですよね、ないですね。え、これ、ま、松系ですかね、これこれ松系ですよね、確実にね、これね。はあ、え、これ長いな、これ待って、あと金庫2、ん、金庫3つにエリクサーポンプタンクが4つに、え、何、なんか変な、なんか町みたいなゴブリンの倉庫みたいなところが何個もだ、これ待つのかい、これちょっと、うわ、ま地味すぎだろこれ。やっぱ最後は地味でしたね、最後は地味だったゴーレムラッシュ。ゲッ、おし、ということで見ましたか今、ということで 100% これすごい、これすごいわ、これこれはすごい。もうね、私ね、このこれやろうと思った時に、もうどうせね、どうせもうどうせすぐ死んじゃうんだなとか思ってたんですよ。しかしこれぜひとも皆さん試す必要はないな、うん、試す必要はないな。ということでご視聴ありがとうございました。